リーズアンリミテッドワールドレッド。黒ひげが解き放ったレベル6の囚人の中に赤の白者レッドフィールドがいただろう。キャー、レッドフィールド。ああ、昔白ひげやロジャーと共に騒がれていた男か。だが奴は時代に名を残すほどの男ではなかった。何を恐れる必要がある。奴の別名は孤高のレッド。徒党を組むことを嫌い、孤独を貫くことを信条としている。わかるか、奴はたった一人でロジャーや白ひげと渡り合っていたということだ。出迎えご苦労。には仲間などおらぬ。ただの一人だな。落としたか。やはり年は取るものではないな。言ってた約束の島ってのは、ああ間違いねえ、あの島だ。パトさん、短い間でしたが、あなたとの旅もこれで終わりですね。ああ釣り上げたお礼の恩も忘れんなよ。鍋にされる前に止めた私への恩もね。ヌッキ、チョッパー、辛いだろうが弟に別れの挨拶を。俺はタヌキじゃねえ。どうしたのルフィ、なんだかとても嬉しそうね。匂いだ、あの島からものすげえ冒険の匂いがする。ものすげえ冒険か。たまにはタヌキも助けてみるもんだな。恩返しになるか。ああなるか。引き返すぞフランキー。サンジ、海賊弁当大盛り。はいよ。この町で物資の補給だけはしなきゃね。サンジ君とブルックは食料の調達。ナミさんのためなら骨身を惜しまず頑張ります。ウソップとフランキーは船の修理に必要な資材その他。おう、任せとけ。チョッパーは薬関係。俺は医者だからな。ゾロはあんたすぐ迷子になるから船番でいいわね。おい、そして私とロビンはウィンターショッピング。
ざけんじゃねえ。医療品の調達も立派な仕事でしょ。意義なし。ねえねえ、オイラは？あんたはこの島で誰かと会う約束してるんでしょ。あ、そっか。じゃあ私たちとはここまでね。補給の間はこの町にいるから、何か困ったことがあったら声かけて。ああ、届けてくれてありがとな、ぬきき。そして肝心のルフィだけど、あんた勝手に冒険に出たり。ちょっと探検してくれ。宿屋に集合よ。勝手に町の外に出るんじゃないわよ。ああ、わかった。うひょー。なんだ？ねえ。わーい。いくぞ。またな。この島は俺たちが守ってやるから、諸場代よこせって言ってんだよ。守ってもらわなくて結構よ。この宿屋見せしめに潰してやってもいいんだぜ。おい、お前らやめろ。俺たちが飯を食えなくなるだろうが。なんだてめえ、俺たち怒らせたただじゃ済まねえぞ。Yeah!
事にしようぜ。まあここ飯食えるんだろ。簡単なものでよければね。食べてく？今日はお休み？無理しないでね。ちょっと起きてよ。あ、誰だお前。誰はないでしょう。私はこの宿の女将の宿屋よ。そっか。で、あいつらは？あいつら？ここで食事したのも、食べ疲れてそのまま寝たのも、お客さんだけだよ。で、これが食事の代金と宿泊費ね。うちは明朗会計。つけは聞かないから、そのつもりで。わーり、俺今金持ってね。仲間が来れば払えると思うけど。しょうがないわね。昨日助けてもらったお礼も兼ねて、条件付きでタダにしてあげる。条件付き？ちょっとしたお願いを聞いてくれるだけでいいの。聞いてくれるならお代はいらないし、しばらくお仲間も含めてうちで面倒見てあげてもいいわよ。何なんだそのお願いって。ルフィ大変だ。そのあれだ、つまりそのみんなさらわれちまった。みんな？ゾロとサンジとナミとロビンとフランキーとチョッパとウソップとブルックと、とにかくルフィ以外のみんなだ。さらわれた？あいつらが？とにかくオイラについてきてよ。ちょっと、まだ私の話が。お願い聞けばいいんだよな。じゃあそれで頼む。ねえ、本当？男に二言はないわね。ああ。なんかの間違いじゃねえか？あいつらがさらわれるなんて。間違いじゃねえって、オイラ見たんだ。あっちの方、町の外のずっと向こう側にみんなが連れてかれるところ。よし、案内しろ。抜き切っ。なんだこの場所。どっかで見たことあるような。こっちだ。
つは肉！
Dieses Video wurde gesponsert von Harpak.